皆さん、小説好きですか？自分でも書いたことがありますか？書いてみたいと思ってありますか？若月ひかるです。今日はですね、大量の直しが必要な作品は新人賞で受賞させてもらえへんのかみたいな話をしたいと思います。動画のコメントにいただいたんですが、鳥家族やみかんさんからご質問いただきました。近々新人賞に応募しようと思っているものです。前の動画で受賞し書籍化するにあたって、編集部の方から直しの指示が入ると知りました。そこで質問なのですが、その直しとはどれぐらいまでなら許されるのでしょうか。極端な例ですが、世界観や設定は面白いのに半分以上に直しが必要となると受賞させてもらえないのでしょうか。それとも直しでドーピングさせて強引に受賞させるのでしょうか。世界観や設定に凝ったのですが、このキャラのこの言動や心境は本当に適切なのだろうかと不安になることがよくあるので質問させていただきました。どうかお答えしていただければ幸いです。っていうことでした。質問内容をちょっと整理したいんですけれども、世界観に凝った作品を応募しようとしてて、世界観に凝ってるから直しが多いんじゃないか、そしたら落選してしまうんじゃないかっていうふうに心配してあるっていうことかな。合ってるかな。もし間違えてたらまたコメントで教えてください。なかなか面白い質問やなと思いました。ちょっと鳥家族やみかんさんは普通の人と考え方っていうか見てはるところとかが違うのかもしれませんね。それはね、なかなか作家としてはいい武器になるので大事にしておいてください。きっとね、作品もね、なんていうのか、ユニークなんやと思います。で、ユニークなんはいいんやけれども、そのユニークさが伝わるかな、直しいっぱいされるのかなっていうふうに心配してあるのかな、思いました。結論から答えますと、心配いりません。編集者が欲しいのは売れる作品です。売れると思ったら、たとえ直しが大変でも、そんなもん気にしません。だから安心してください。でもね、実はね、鳥家族やみかんさんが気をつけなあかんことは他にあるんですよ。これからちょっとそれについて話しますね。新人賞の選考っていうのは段階があるんですよ。一次選考、中間選考、最終選考とあって、一次選考は新人が読む、新人作家とかね、あと編集プロダクションとかが読みます。で、中間選考は編集者がやります。直しが多い小説っていうのはその中間選考に行かないです。だいたい一次選考で落ちます。っていうか、一次選考がそういう役割を持ってます。私も一次選考、下読みって言うんですけれども、下読みしてた時は、編集者に読ませて、大丈夫な小説かどうか、つまり小説として最低限の体裁が整ってるか、むちゃくちゃ直しが多くないか、みたいなところを見てたわけなんですね。だから、ほんまはね、一次選考通るかな、通らへんかな、っていう、そっちのレベルなんじゃないかな、って私思いました。新人作家さんとか、編プロとか、私編プロ経由で一次選考してたんですけれども、そういうのはですね、一応読みのプロなんですよ。なので、世界観が凝ってるから、とかっていうことで落としたりはしません。直し指示を出すのは一次選考者じゃないですからね。で、一次選考者が見てるのは何かっていうと、どこを見てるかっていうと、凝った世界観は大きいやけれども、世界観が凝ってて、それがちゃんと読者に伝わってて、小説の面白さに寄与してるか、そこなんですね。だから、一次選考者が一番ね、気にしてるのは、っていうか、一次選考者の選考基準は、結局は文章力になるわけなんですよ。世界観が凝っていても、文章力がちゃんとあって、わかりやすく書けてたら通すし、世界観が凝ってなくても、文章がわかりにくかったら落とします。一次選考っていうのはそういう役割です。で、文章の意味をわかりやすく伝える文章力っていうのは、鳥家族やみかんさんは、ちょっとその辺で弱いのかな、私は思いました。なんでかっていうとね、日本語の文法が正しくないとかそういう意味やのって、質問の意味が分からへんかったんですよ。何度か読み返して、あ、こういうことかなっ
って推測できたんですけれども、この推測も正しいのかどうかちょっと分からへん。それは若月の読解力がないんちゃうのと思うはるかもしれへんけれども、読者さんは何回も読み返したりなんかしないです。一回さっと読んでそれで分かる文章っていうのがやっぱり小説にとっていい文章なんですね。これね、多分鳥家族やみかんさんはとてもユニークな考え方、ユニークなものの見方してはるんやと思うんですが、そういうことを考えてはる方にありがちなんですね。日本語は正しいせやけれども、ちょっとなんていうのかな、考え方が独特やから普通の人たちがついてこれへん。このギャップを埋めてですね、誰が読んでも伝わるように書くっていうのが文章力なんですね。私この質問を読んで、直しの量は、直しが大変なのか、書籍作業の直しは大変なのかなっていう風に、直しでドーピングさせて強引に受賞させるとか、ちょっとね、なんかね、論旨があんまりちょっと分かりにくい。まずですね、鳥家族やみかんさんは自分がちょっと人とは違った独特な発想をしている特別な人間ですっていうことをですね、まず自覚してください。それはね、作家としての武器になるのですが弱点にもなります。自分の発想をね、そのまま文章にするとなんでそんな考え方になるのか理解できない、読者さん、一般の読者さんが理解できないんですよね。でね、小説を誰かに読んでもらうことにして感想をもらって、その感想とその伝えたいことが伝わってるかどうか、ちょっとね、そういうところをチェックしはるところから始めはったらいいんちゃうかな。で、一次選考通るようになったら、それからですね、あとはね、売れるかどうかの勝負になってきます。こういった世界観とかね、設定とかでも、それは売れそうに見えたら、それは全然 OK なんですよね。まず鳥家族やみかんさんは、読者さんに伝える文章が書けてるかどうか、そこからチャレンジしはったらいいんちゃうかな。お役に立てたら嬉しいんですけれども、どうかな。ほなね、おおきに、またね、バイバイ。